さあ原さん、はい、久々になぜかそっちに座ってますけど、皆さんネットアップで検索、検索ですよ、ネットアップを検索してみて、そうですよ、検索してくださいよ、勉強した方がいいですよ、みんな。クラウドのこといい会社ですよ、うん、いやいや、そういう就職とかじゃなくて優秀なエンジニアさんいらっしゃるのでそう、そんなわけでね、原さん、はい、今日はあのまたオープニング雑談大した話ないんですけど、うん、昨日元君優勝しまして、あれ、そう、トパンガリーグ優勝しましたわ。あれはぶっちゃけ俺はあの、いや、どっちも応援してるしね、あの元君この番組も来てくれたから、ほら元君も応援すべきなんだけど、うん、俺ずっと破壊を応援してました。わかる、俺もちょっとあとノロマンもちょっと応援しちゃった。あ、もちろんあのみんな応援したんだよ俺は全員応援してますよ。でもちょっと力が入っちゃったのは、そう、ね、そう、この3日間通して破壊王でしたね。そうですね、破壊王は熱かったね、うんうん、ちょっと楽しかった ね、やっぱ見てて。確かに確かに、うん、でも優勝したゲンは、うん、チクリンもちゃんと倒して、いやー、ゲン君はなんかで言っちゃったでしょ、もう凶悪じゃないですか、なんかもう、うん、ちょっと言っちゃった感あるよね。なんかちょっとね、凶悪なんですよ今もう。なんかなんすかね、あれはいかんですよ、あれ、うん、凶悪ですよ。だからこの彼がね、やっぱりこう与えるね、キャラクターへのイメージとかも増えてたけど、強すぎて、うん、なんかその強烈さがね、前も昔からね、番組でも言ってる通り、まあこれ見直してほしいんだけど、俺のなんか極秘データ公開ってやつかな、あれは割とみんなに見てもらって、いろんな人がはーって言ってる回があるんだけどさ、あの時はだから原野くんとか来てくれてるところな、うん、の番組なんで、そうですね、あれとかね見てほしいんだけど、いや、あそこで騒がれてるね、あのキャラクターとかもね、あの統計的なデータで見ると決してトップではないわけです、全く、うん、20何位、21位とかだったかな、26か21かな、そんなぐらいのランキングなんだけど、まあ、彼が使うとですね、まあ、そうはいかないわけですよ。だからものすごくそこはピーキーな使い方をしているので、まあ、みんなが全部のキャラがそうなんだけど、まあ、アマキンもキングもさ、普通じゃないじゃないですか。うん、で、もうコンボもさ、どのキャラももうほとんどミスないわけでしょ。いや、だから多少ミスはしてるんだけど、それでもちょっと精度が常人の精度じゃないわけじゃないですか。だからあれは、ここ、まあ、いわゆる、理論値以上が出てるわけですよ。理論値ってみんな言うけど、いや、理論値どころじゃないですよ。だって理論値は理論として出ないわけだから、本来は。統計値としてはだから出ない。だから理論的なのは統計値の方であって、理論値最大とかみんな言うけども、いや、それは出ないから、そういうゲームデザインになってるわけだけど、もうあそこまでちょっと領域行かれると、お、これは何だってなんじゃないですか。だからそういう意味でちょっと、あれは作ってる側もみんなびっくりだよね。そうですね。それはちょっとすごくないかみたいな。だからもう、うん、まあ、何使ってもああなっちゃうんだろうけど、強いに強いっていうかさ、うん、それこそ社員使ってもちょっと社員じゃないじゃない、もう。確かに確かに。いや、だからちょっと玄君が、あの集中してる時の顔も含めてなんか普通じゃなかったよね。いや、だからもう行っちゃってんすよ、あれ。凶悪だったよね、なんかね。うん、で、破壊王でも名前からしてやばいんだけど、でも破壊王はどう見てもすごくいいお父さんじゃないですか。そう、人間なんですよ。あのお父さんがね、人間尋常じゃない集中力を発揮して頑張ってるところは、どうしてもちょっとね、やっぱりどうしてもちょっとこう年齢的なもんもあって破壊王に行っちゃったわけですよ、俺。頑張れって、うんうんうん、まあ、そういう結構力入って、まあ面白かったね。面白かったね、やっぱね、熱いし、お互いが全てを超えていくみたいな、こう面白かったですね。面白い、久々面白い、ああいうのな、オンラインだけじゃなくて、こうオフラインでみんなでこう、そうそう、見れる日が早く来てほしいですね。本当そうですね。今はようやくね、うん、数人会場でっていうふうにはちょっとずつなってますけどね。そうですね、うん、あそこに観客が入ってね、うん、あの暑さを感じながらやっぱね、大会続けてほしいですよね。そうですね、はい。というわけでね、その俺は先ほどから非常に気になっておるんですが、はいはい、どうして、何かあります？いや、あの後ろのお二方、はいはい、見えます？違う、こういや映ってんだよ見えます？なんかね、すげえムッキムキと、なんか尋常ならざるすげえムッキムキとすげえ悪いリリがいるんですよ。そうそう、あ、でもリリはすぐ分かりましたよね、うんうん、シオンさんね、前回来ていただいた、
そうそう。まあ、ギャラリーですけど、今日の。いや、ギャラリーで済ませないでしょ、これ。威圧感がすごすぎる。違うんですよ。さっきから、風間陣がずっとムキ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 、うん、あの、胸筋を動かしてて、動いてる、ね。いや、あの、シルエットでちょっと見えるね。ちょっと、わらあかすあそこ、そんなね、その筋肉ってそんな動くんだ、みたいな。動くんですよ。うん、そう、やっぱ気になりますか？気になる。めちゃめちゃ気になる。でも今日これで収録終わりかなと思ってたんですけど。いや、むしろ、ちょっとこの二人にちゃんと話聞いた方がいいんじゃないですか。喋ります、じゃあ、カウンターに呼んで。でも交代しましょうよ。交代しますか。早くしましょうよ。じゃあ、原田さん、はい、いつもの原田さん。俺はそっち行きますんで。はい。はい、じゃあ、セットチェンジです。はい。じゃあ、ネットアップを検索してね、みんなね。いい会社ですよ。はい、原さん、いつもの立ち位置に戻りました。はいっす。ね。ゲストもちゃんと座ってもらいましたよ。はい、座ってもらいました。ね、初遭遇。だから、ケンさんは原さん初遭遇。そうですね。シノさんはわざわざまた、長崎から出てきましたね。はい、また、あの、友達の家に泊まって。なるほど、なるほど。ありがとうございます。用事があったと。用事ついでに来れる。収録っていいっすね。いいっすね。なかなかそういう時間ね。まずは、あの、ケイさん、飲み物は何？あ、じゃあ、プロテインで。あったらでいいんですけど。だから、あの、僕ね、実は分かってたんだけど、それでも面白い。プロテインね。はい。よくお願いします。じゃあ、プロテインいきましょう。食べてます。ようこそ、原田親いらっしゃいませ。ようこそ。乾杯。乾杯。乾杯。すごいな、プロテインで乾杯初めてやる。プロテイン似合うなぁ。ね、飲んで、そのまますぐ筋肉になってそうだもんね。身になるのが早いやつね。そもそも、普段何をされてる？普段はトレーナーの仕事してますよね。あ、そうなんだ。そっち系なんだ。もともとはトレーナーの仕事してなかったんですけど、まあやっていくうちにいろいろ知識とかついてきて、じゃあもう教える立場になろうっていう。あ、なるほど。逆に言うと、え、どっちが先？じゃあコスプレ、はい、界隈に先に興味があって、そうですね。で、ちょっと体も作るぞってやり始めたら詳しくなって、その流れですね。それでトレーナーどうですか？はいはい。今おいくつですか？今35です。35。そのトレーナーやる前は何だったんですか？はい、普通に工場とかで働いてました。普通に働いてて、でコスプレにはもともと興味があった。コスプレ自体はそうですね、24、5ぐらいですかね。あ、割とデビューとしては遅め。まあそうですね、学生時代とかあんまりそんなに興味なかったですか？まあその、まあ、コスプレイベントではないですけど、即売会とかそういうのに参加してて、遠目に見ててって感じですね。あ、興味が出て、透明には見てて、そうす、自分ではその時はなくて、何をきっかけにいきなりやろうと思ったっけ？きっかけはその鉄拳仲間とこう、はい、勢いで始めちゃった感じです。鉄拳仲間と喋ってて、でちょっとコスプレしようかみたいな。結構やっぱまあ、いろんな層いるじゃないですか、やっぱユーザーも。でその中にやっぱ似たような趣味の友達がいて、でそれで始めたって感じです。じゃあ、ケンさんもともと鉄拳プレイヤーではあったわけですね。はい、そうですね。はい、鉄拳でいくつか鉄拳ばっかりいっぱいありますけど、まあ、遊び始めたとか初めて触ったのは鉄拳2ですね。鉄拳2、はい、ああ、36で鉄拳2、はい、あの、だいぶ小学生ぐらいですね。親戚 の、 あのお兄さんが、はい、あ、やっぱゲーセンでやってて、それ で、ね、でそれで家庭用を買ってきてっていう感じ。まあまあ、でそこから、あ、じゃあその時からプレイヤープレイヤーだったんですね。そうですね。でこうプレイヤー仲間で、はい、コスプレやろうみたいな話になった。そんな感じですね。ああ、その時は何人ぐらいですか？その時はでもその友達一人と、うん、あとは鉄拳かけない同級生と3人で始めました。うん、その時キャラクターはどういうラインナップ？キャラクター、鉄拳のコスプレではないんですよ、うん、初めてって。で、まあ、その、言っても大丈夫ですか？あ、大丈夫です。コードギアスっていう、あ、コードギアスと、はい、はい。の、あの、思いっきりバンダイナムコじゃないですか。そうですね。で、
そのキャラクターですね、うん、主人公、うん、ずっと主人公ずっていうとこですけど、主人公とで、まあ、それに関わるキャラクターとか、うん、はいはい、あ、はい、まずじゃあコードギアス好きが最初その講じてコスプレから入ったってことですか。そうですね、うん、でもそれは一応鉄拳の友達とそう、まあ、また別の友達との3人で始めた、はい、そうですね、でそこから鉄拳のコスプレにはもうすぐ行き着いちゃった。いや最初の頃はまあ自分ができそうなキャラとか、まあ、好きな作品ってなるとやっぱりこう格ゲーだったりとかするんで、うん、やるにはどうしてもやっぱ体作らなきゃいけないっていうのもあるじゃないですか。男キャラ上脱いでますからね、はい、そうなんですよ、はい、で結構やっぱそこまでたどり着く道ってすごい長いじゃないですか。例えば、うん、その時って鍛えたかったんで、うん、でそこからまあそのあんまり鍛えなくてもできるようなキャラクターとかをコスプレして、で、まあ、そういうのをやっていくうちに、うん、やっぱ男って筋肉あった方がいいよなって思って、で、まあ、そこから鍛え始めて、で、まあ、鉄拳のコスプレもできるようになった。そう、鍛え始めた時が、はい、大体年齢的にはいくつぐらいだった。あ、それが25ぐらいですね。多分始めたら23ですかね、そしたら。そう、なるほど。その時に25で、鍛え始めようかな、はい、じゃあそれまではビフォーアフターじゃないけど、はい、そんな感じじゃなかったんですか。あ、そうですね、全然その鍛え始める前とか50キロ前半とかだったんで、うん、あ、じゃあもともとそんな線がこう太い方ではなかった。でも確か首は細いし、はい、顔もこうシュッとどっちかって小さいですよね。だけどパンプアップされてるもん、ね、筋肉でこう太くなってるけど、はい、確かにもともとそんなこう筋骨隆々タイプでは なさそうだもんね。そうですね、だけどすごいね、上乗せが。そうですね、その初めて筋トレ始めて1年ぐらいで20キロぐらい増えたんですよ。まあ筋肉が重たいですからね、うん、はい、うん、でまあそこから、まあ、長く続けてって感じですね。最初こう誰にも教えてもらうわけでもなく腕立てあたりから。ああ、そうですね、腕立てとかから始めて、で結局やっぱそのやっていくうちに自重のトレーニングだけでそういう格ゲーのキャラって表現できるのかなって思い始めたんですよ。ほうほうほう。でその当時タイミングよくジムに通い始めた友達がいて、はい、でまあそれで一緒についてって、まあ、ジムに通い始めたって感じです。なるほど。でその時やっぱ筋肉のつけ方として、はい、ゲームキャラをイメージしながらつけたってことですよね。ああ、まあそうなりますね。だってほら、ね、我々モデリングを、はい、する側なので、ええ、こう作るときは割と極端な筋肉のつけ方するわけですよ、はいはいはい、例えば胸筋とかね、ちょっと普通動くなぁすごいなぁそこって神経通ってんのか。あ、まあ、やってくうちに前から不思議なんだけど筋肉がつくとそこ動くようになるのかな。あの、要は筋肉つけるときっていろんな部分動かすじゃないですか、まあ、で意識しなきゃいけないんで、その鍛えたい部位も単独で動かせるようになきゃいけないんですよ。神経が通るようになるんだ。そうん、通るというか通ってんだけど信号が行くようになるんだ。そうですね、目覚めるというか。なるほど。あやさん、あれですね、ちょっとせっかくなんで全身撮っときましょうか。全身撮った方がいいよ、これ。ちょっとね、全身の動画を検査に、ちょっと先に全身をね、撮っときましょうか。はい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 。なんでピクピクやれます？なんとかルーレですか。あ、おい俺の筋肉って言ってもらっていいですか。すごいな、すごいっすね。すごい、こうなるんだね、はい、大丈夫です。いや、あのゲームキャラでもそこは動かしてないけどな。そうそうそう、動いてないです。ジン動いてないです。それ確かにちょっとすごいなと思うのは、自分の体をデザインしてるわけですよね、ある意味ね。そうです、狙ってできるんかね。いや、まあそれは多分正しい知識と適切な食事、うん、トレーニング、睡眠だったりとかってやっぱ必要になってくるん で多分スポーツとかだと、うん、まあ、目的違うからね、目的も違うし、単純にその、まあ、ボディメイク的な内容ではやってないじゃないですか、うん、絶対に。そのスポーツに必要な、ね、はい、こ動きをやってるので。そうです、まあ、それなのかな、こう、はい、こう美しくつける筋肉みたいなことをちゃんと突き詰めると、こういうふうにやろうと思えばできるってことなのかね。そうですね、多分原田さんも今からやっても全然なんか気持ち悪いな原田さん。そうですね、違うんだよ。割と
コスプレ界で俺海外で聞いたのが、あのボブをやりたい人が結構いて、あ、ボブ大好きなんだけど、ボブをやろうと思ってこう体重20キロぐらい増やそうと思ったけど無理でしたみたいな人が多くて、割と太るのも大変だし、あれ独特の、あれはボブはボブですごい大変みたいな、うん、あれは、まあ、この筋トレぐらいめちゃめちゃ大変だっつって、うんうん、無理だっつって、確かにね。さあ、お待たせしました、はい、あ、え、たこ焼きを、まずは、はい、まずはソースかな、カメラ、はい、まずはソースです、はい、こちら、はい、ありがとうございます、お待たせで、はい、どうぞ、え、こちら吉田さんも、どうぞ、大さんでございます、なんか、原田さん、あれですよ、あの自分たちでクラブというのか、部というのか、うん、こういう方々のことを肉体造形部というらしいですよ。あ、肉体造形部、はいはい、え、最近割とみんなそう呼んでるの？いや、ちょっと友達とグループっていうか、まあ、趣味というか、うん、なんか友達なんで名前つけたみたいな。あ、なるほど、分かりやすく、分かりやすくっていうか体ごといくっていうのは肉体造形部という、すごい自分たちで、いや、もうぜひ食べてください。美味しいです、やった、美味しいです、ありがとうございます。すごいな、リアル人が衣がサクサクとか言ってリアルにキャラクターが割れた衣がサクサク、中はとろぎ、美味しいです。ちなみにジンは好きなんですか、キャラとして？あ、全然キャラとしては大好きです。あの、自分が使うキャラクターとしても、はい、あ、うん、僕はリリ使いなんですよ。そうそれはそう、綺麗に落とすなぁ。そうだったんだ。いや、でも使ってるのも楽しいです。あ、そうですか、綺麗、はい、に落とす。ジンがリリを使っちゃう、使ってる、ね、いいっすね。いや、篠さん、これどうですか、この肉体美。いや、すごい、すごいですよね。これ、筋肉なんか目いっちゃう。いきます。これ、不思議なことに、我々男性陣もなぜか筋肉に目がいく。目いくよ。目見る見る。すごい見ちゃう。目の前でね、こうされると。実際はもう、すごいですよね。普通じゃない。なんか、なんだろう、普通の肌とは違うよね。なんかね。うん、確かに。すごい。あと、彼がまたその、ここの造形自体どうしたか、顔がまたよく考えると顔はちょっとやっぱり人とは違うんだよね。人顔ですよ、人顔、なんか人格とか人顔なんですよ、だからすごい、ね、三島家の顔というか、お前人できんじゃねえって誰か言われた。あ、いや、もうキャラクター見て、うん、人できるなって思って、あ、これは体さえなんとかすればいけるじゃないか。そうですね、肉体作り始めて自分の中で変わったものって何かある？ああ、でもその価値観ですね。価値観か。はい。どこら辺が？そのなんだろうな、健康に対する価値観だったりとか、なんだろう、まあコスプレに対する価値観も当然ちょっと多分人よりちょっと意識高いかもしれないですね。コスプレに対する価値観というのは、どういう変化ですか、それ？まあ、例えば、自分が鍛えて、鍛えてなかった時とかだと、多分体型合わせるとかって絶対考えてないし、その人の、まあ多分人のコスプレとかって言うとちょっとイメージ悪いですけど、はいはい、まあ、他人のコスプレを見た時に何も思わなかったんですよ、その時って。なるほど。で、やっぱ鍛え始めて、その体ができて、キャラに近づいたコスプレができる子って、人によってなんかちょっと視点が上がるのかなっていう感じはありますね。あ、なるほど、はい、だ、多分その体作りに限らないんですけど、例えばこういう造形とかものすごい上手い人とかが見てる世界と、例えば僕みたいにこういうのを作らないで、まあ、例えば既製品の衣装だとかを買って着てる人って多分視点が違う、見方、物の見方が違う。あ、そうですね、まあ、多分そういう部分 で、うん、そういう感じで違いはあるのかなっていう。あ、鍛えてると怪我もしないしね。俺も骨折とかもしたことないし。いや、でも怪我はしますよ。その人よりもトレーニングの回数って確実に多いんで、その回数分ちょっとでもエラーが起こるともう怪我につながるんで。ああ、だからトレーニング自体がそうか、そうだ。ある意味トレーニングが持っていくみたいなとこあるから。そうす。そういう意味では確かにそういう怪我はあるかも、ね。はい。痛めるとかね。そうす。
うん、まあ、鍛えたからといってあの骨折しにくいとかってことはないんで、当然車とぶつかったら、あ、もうもそれももちろんある、はい、ある意味そのアニメとかゲームが本当に自分の人生に大きく影響そうですね。しちゃったタイプだよね。ええ、まあ、あの、それを仕事にしてる俺は言うことですけど。影響させた側ですからね。ああ、そうだよね。そう、ね、そう。そうですね。いや、ここまでね、いや、結構ね、開発でも、あの、ジンってもう一人いるでしょ。はい。友達。あれ、友達なの、そっくりなんですよ。あれも、だから、さっき言った肉体造形部の一人の。青さんって方いらっしゃる。え、あれ、お友達だったの？お友達です。いや、俺、どうなってんだこれと思ったんだけど、あ、そうなんだ。いや、写真では見てて、いや、どっちなんだろうって言ってたんだよね、開発では。これはたまたまこの肉体美の人が、いや、もう風間陣できんじゃねって言われてやってるのか、それともゲームとかから入って、この体になったらどっちだろうねって話を昔からずっとしてたんですけど、ゲームからだったんですね。僕はゲームからです。ああ、そうなんだ。そう、でもゲームやっててそっち行くかな、あんまり。でもその感覚がちょっと僕なんて不思議ですよ、ね、でも俺がね、この番組でもテイラー・スウィフトになりたいって、うん、ある日思ったようにそういうのあるもんね、うん、でも俺だとリリー使っててリリーになりたいなと思うけど、リリーのコスプレはできないわけだよね。そう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 、うん、ただそういう意味で女性なども結構コスプレのために体作られてますよね。そうですね、作ってる人もいます、ね、作ってる人いますよね。肉体造形部に女性もいらっしゃるんですよね。あ、いますね、プロのいらっしゃいますよね、はい、あ、そうだから、そっか、結構格ゲーのキャラとかと筋肉の、そうそうそう、が結構バシッとしてるキャラも多いから、はい、他差で言うとキャミーなんかやろうとしたら割と足の筋肉が、ね、そうですね、うん、そうなんだ。だからアスカでいるんだっけ。アスカもそうですね。肉体造形部でアスカやってる女性もいらっしゃるんです。すごいですね、ほんとね。ずーっと見ちゃうから。でもあれ、ウィンウィンなんだね、じゃあね。そうそう、そうです。無理させてるわけじゃないし、うん、本人が。好きでやって、目覚めた結果、新しい価値観が生まれて。そうですね。そうです。新しい生き方をしてる。しかも新しい仕事も見つかる。素晴らしい。いや、こういうところちょっと、みんなゲーム業界でもね、お子さんたち。どの親は悪く言わないで、こういう世界もあるわけですから、人生観が変わってるというね、そこに生かされてるっていうのは素晴らしいことです。みんながみんな僕みたいに1日72時間オンラインゲームやってるわけじゃないですか。そうですよ、うん、ほんとほんと、ね、そうね、健康的な人もいらっしゃるわけです。そうなんです。でも、ね、最近コロナでなかなかそういうコスプレイベントも、はい、まあ、あんま発射されてないんだよ。どう減ったんじゃないですか。まあ減ってはいますね。やってるとこはやってますけど、あ、まあ、それでも、まあ、多分参加人数とかもやっぱり絞ってると思うんで。さっき言ったコンテストっていうのはそのコスプレコンテスト、はい、あ、いや、それは、まあ、ボディービル系のやつです、ね、系の、はい、ボディービル系もいくつかある、種類があるね。そうですね、いくつかカテゴリーあって、うん、でまあその中で今流行ってるカテゴリーのフィジークっていうのがあるんですけど、それはどういうカテゴリー。コンセプトで言うと、サーフパンツ履いて、海で立ってたら一番かっこいい男を決めるみたいな、そういうレベルの話ですね。なるほど、イメージ分かりますね。なんとも分かる、うん、俺ヨットだから、それは分かる。だけど、日焼けしてないといけないじゃない、はい、あ、そうですね、でもコンテストの時は日焼けしますね。あ、それ日焼けをするのか、します、します。あ、確かボディービルの人してるね。はい、いわゆるその日焼けサロン的なところに行って、はい、行きますね、全然履いて、で、サーフパンツ履いて。そうですね、サーフパンツって長さが中途半端だから、はい、はい、筋肉の見える範囲の足はちょっと減るわけですよね。一応、まあ、審査対象に入ってないわけではないんですけど、うんうん、重視されてる位置はやっぱり、まあ、上半身だったりとか。上半身、ね、そのこサーフボード一応持って立つみたいな。あ、そこまではしないです、さすがに。そこまではしないけども、はい、それは結構その何回か出られて、こう、はい、こういい成績を残したのがあるんです。一応1位とかは取ってます。マジで。それはエリアは、関東とか日本とか、まあ、全国までは僕は出てないですけど、エリア、まあ、地方大会ですね、うんうん、地方大会とか出て、で、まあ、1位取ったりとか。すごい。じゃあちょっと変なこといいですか、はい、結構やっぱこの肉体美に手に入れてからモテますか、
まあ、そこはちょっと微妙なところなんですけど。微妙ってのはどういうの？まあ、あんまり多分、受けはあんま良くないじゃないですかね、女性には。そうなんだ。ちょっとそこ知りたいんだけど、はい、いや、わかんない。今それを聞いて、そうなんだと思って鍛えるわけじゃないんだけど、はい、女性からこういうのをかけられること増えたんですよ。そんなことないですか？ああ、でも、結構、入り口にはなりますね、そのコミュニケーションの。コミュニケーションの入り口というのは、例えばコンテスト会場にしろ、コスプレ会場にしろ、はい、この肉体を見た女性から、はい、まあ、女性人間とは限らないですよ。異性とは限らない、同性でもそうですけど、はい、なんか、はい、すいません、ちょっと、いいですね、写真だけじゃなくて、ちょっと触らせてもらっていいですか、はい、ぐらいの声をかけられることが増えたんじゃないですか、はいはい、男性から増えましたね。女性は多分こういうふうな認めしてると多分ちょっと威圧感感じちゃって近寄らないとか、多分僕ぐらいでも多分結構あるように見えちゃうんで、はい、あ、怖いんだ。そうですね、多分怖いんじゃないですかね、うん、あ、分かる。そう、でも女性いるんで、ある意味髪みたいなもんね、トップっていうのはある意味、はい、暴力の象徴でもあるわけだから。そうですね、そこを髪みたいな美しさとこう力っていうのはね、力の怖さみたいなのはちょっと垣間見、ね、どうですか、しおんさん的にはどうですか。しおんさん筋肉が好き。そうですね、見るの好きなので、うんうん、いや見たら私はあちょっと触らせてくださいって言ったりなんですけど。へえ。いや、分かる分かる。でもね、これいやらしい意味じゃなくて筋肉で触りたくなるよね。皮の薄いとこビッてやった時にこうね筋肉の線グリッておおって思うもんね。おおってなる。分かる分かる、それは分かる、それは分かる。男性からのがやっぱり多いですね。それはどういうふうに声かけられるの？あ、いやもう筋肉すごいっすねみたいな、かそういう感じなんですけど、多分男性の場合は、うん、その多分中学生ぐらいの時からそうなると思うんですけど、うん、筋肉に対しての憧れって多分絶対みんなあるじゃないですか、うん、男性って。あれ本能なんです、これは。間違いないです。本能的になりますね。はい、うん、で多分そういうところを刺激されて、うん、普段って多分鍛えてる人ってなかなかいないんで、そういう場で立ってたら多分興味湧いていっちゃうみたいな。なるほどな。プロレスラー見た時もそんな感じですか？いや、だからなんかみんな背中にパパンありますよね。鼻水叩いたりこうやって触ったりやっぱするじゃない、うんうん、あれはやっぱりこう本的にこのね、この最近の世の中はやっぱ勝手にタッチするとか触るとか、うん、そういうことはよくないですね。当然なんですけど、当然なんですけど、そういう理屈を超えて、自然とフーッといっちゃうんで、ね、うんうんうん、なんかそれは分かる気がするな。分かる分かる。なんか不思議と見てられるんだよね。そう、うん、確かにね。人の目で裸になれる時点で、だからよく考えたらさ、はい、俺今気づいたら肌も綺麗ね。あ、栄養をね、ちゃんと綺麗に取ってるんで。スキンケアをしてる。いや、スキンケアはしてないです。それしないんだ。あ、でも、ハーさん。そんな肌綺麗になる？やっぱ結構、その、内側から綺麗になるではないですけど、ちゃんと栄養を取って、体が適切な、その細胞のコピーをちゃんとできるように促してあげるっていう。そうすると、綺麗なもんできます、ね。ああ、15年前には絶対喋れなかったようなことになる。そうそう。そうそう。ハーさん、あれ聞きたい。その、いわゆる、ムダ毛の処理とかどうしてるんですか？全身コスプレするときは、あ、まあ、そうです処理します、ね、自分で剃っちゃう。あ、自分で剃っちゃいます。脱毛クリームとかじゃなくて、じゃなくてもうちゃちゃっと。でもそもそもそんな毛濃くないですもんね。そうですね、それは多分もともとのやっぱり、ね、遺伝子的なところあるんで、ツルツルじゃないですか全体が。そんなツルツルになるぐらいツルツルですよね。避けてるもの、避けてるもの、油物。僕はパクチーを避けてるよ。食べないよ。食べないよ。食べないよ。嫌い、嫌いなんですよ。嫌い。寿命縮めるんだよ。油物。基本油避けてますね。油避ける。はい、でも、油も必要じゃない人間って。あ、まあでも多分その、極端なものですね。だから、うん、まあ、ジャンクフードだったりとか、うん、まあ、揚げ物だったりとか。まあ、揚げ物いっぱいばっかり食べるとか。そうですね、だからまあたまに食べるぐらいだったら全然大丈夫だと思うんですけど、ね、まあ、それを毎日食べるとやっぱ変わってくるんで、いろんなものが、はい、じゃ好きな食べ物も結構変わった？いや、好きな食べ物変わんないですね。何が好きですか？カツカレーです。カレーだよ。しかもカレーって割と脂質多いですよね。あのカツカレー
なんだろう、体が求めるんですよね、多分。普段から油を減らしてると、油物やっぱ食べたくなるんですよ。いや、わかる。はい、あと、これね、海外で見てる人意外だと思うんですけど、日本って、インドってやっぱカレー大国じゃないですか。うん、日本って別の意味でカレー大国なんですよ。うんうん、本当意外だと思うんですけど、日本人ってカレー大好きで、しかもちょっと日本、ジャパナイズされた、日本人好みになったカレーなんですけども、そのカレーの浸透率や、国民的食品なんでね。うん、だからこれは本当ね、海外の人意外だと思うんですけど、カレーって言われて、カレー食べたいって思わない日本人いないぐらい、避けて通れないですよね。わ、うん、かるわかる。カレーは赤いよな。あれはもう、赤いよな。やばいですね。あれだけは何歳になってもやめられないから。だから、そのコンテストに向けての減量をするときも、うん、基本的に油は取らないようにしてるんですけど、うん、カレーは食べちゃいます。カレー食べちゃうんだ。脂質が少ないカレーのルーとかあるので、あるそういうの使って、あるけど、無理に食べますね。あるけど、カレーって全てを台無しにするぐらいなんか、いっぱい取れちゃうよね。はい、そうですね。ご飯との相性がまたいいんだよな。最高ですね。ご出身はどちらなんですか？僕、横浜です。かっけえ。いいですね。なんか横浜も俺憧れるな。横浜と、横浜の神戸、横浜とか神戸出身の人って。出身って言いたいですね。神奈川出身とか兵庫出身って言わないんだよね。ああ、確かに。間違いないですね。確かに。なんかでも食事の話さっき原さん言ってましたけど、僕ちょっと聞きたいのは、よくその筋肉つけるのに良い食品とか食材とかの中で鶏のささみはみんな食べてるってよく聞くんですよ。いや、ささみは食べてないですね。あれはじゃあ嘘なんですか？なんか、まあ、多分イメージじゃないですか。鶏のささみとにかく食べるみたいな。ささみ、まあ多分内容はいいんですけど、値段が高いです。なんでみんな鶏の胸肉。胸の方ですか？だからサラダチキンとか売ってるじゃないですか。ああいうのって胸肉です。へえ。ってことは筋肉つけたい。例えばまあ筋肉つける部位によってはそれこそ、はい、食べるもの変わってきますよね。いや変わらないですね。全部一緒。もう全部胸肉ですね。あ、そうなんだ。他でなんかおすすめな食材ってあります？まあ例えば肉だと今言った胸肉なんですけど、うん、野菜とかだとその男性ホルモンの分泌を助けるような食材ってあるんですよ。うんうん、そういうのを、まあ、助けてくれる野菜だったりとか。食べますね、ブロッコリーとかほうれん草とか、うんうんうん、まあ、そこら辺は結構メインですね。それは生で食べた方がいいんですか？蒸すのが一番いい。蒸すだよね。蒸すだよね。蒸すんだ。いや俺ほうれん草とブロッコリーね、ブロッコリーね、自分の髪の毛伸ばした時もこもこにそっくりで、あ、分かるよ。食べるのすごい嫌だった自分の頭食ってるで。だけど子供の頃からね、俺親にね食べさせられたわ。そのせいかな、なんか味噌汁が、はい、味噌汁とかも、具を抜くと、はい、汁がほんとそこにちょっと残るぐらいの味噌汁だったんだよ。で、なんか、アホみたいにワカメとか食べさせられて、うん、ちっちゃい頃から鍛えてないのに、めちゃめちゃ筋肉ついちゃって、なんか相撲大会とか柔道大会ってなんか俺、ポイポイ流れて、うんうん、なんか、絶対食べ物のせいですよ、あれ。やっぱりいいんですね、ブロッコリーが。大事ですね。あ、食べるんですか？あ、食べます、食べます。僕も親からめちゃくちゃブロッコリーとほうれん草を出されてたタイプなんで、気持ちは分かります。やっぱそうなんだ。今後やってみたいコスプレ。うん。なんか鉄拳じゃなくてもいいですね。もちろん鉄拳じゃなくて全然いい。もうアニメでも。まあでもやっぱり活かせるキャラって、うん、まあ、この先もたくさん出てくると思うんで、その都度、あ、やりたいなとか、アニメが面白かったりとかしたら、うん、まあ、やります。まあ、具体的には、うん、特には今考えてないです。鬼滅の刃だったら、伊之助とか、伊之助とかあるんですか？伊之助、友達がやってるんで、僕はやらないです。あ、そうだ、やっぱ被らないようにするんだ。まあ、被らないようにももちろんそうですし、結構やっぱ、その、友達がいいクオリティ出しちゃうと、もう自分でやる必要ないなって思っちゃうんですよ。あ、そうだ、その伊之助やってる友達はクオリティがいいんですか？全然かっこいいですね。あ、はい、本当ですか。だからそういうかぶりとかも気にするんですよね、周りね。まあ、あれね、うん、ここまで風間仁にドハマりっていうのは、ね、見た目、顔つき、いや、そうだね、顔つきとかで、輪郭が割と似てるんだよ、ね、
ここもこんなハマるかっていうぐらいハマってるすごいよね。いやすごいわ。ぜひちょっとおじいちゃんで平八やってる人とかいるかな、カズヤとかいるかな、うん、友達がカズヤやってる、カズヤやってる、結構あの顔も寄せてくるんで、あの見てて面白いですね。あ、本当にカズヤじゃん傷メイクとかしたりして。そうですね。あ、そうなんだ。カズヤは大変そうだけど、ちょっとね、うん、カズヤはまさに筋肉つけて年取ってできるコスプレでもあるので、カズヤとかと並んでみてほしいけど。うん、いやもう今日ちょっとリリーと横で並んでる時点で面白いけど、ね、これがね、うん、この時点でなんか面白いね。ああ、そう、すごいね、やっぱりこう造形がここに出てくると、そう面白い、面白いですよ。